モンティ内閣はイタリアの第61代内閣。首相はマリオ・モンティ。在任期間は529日間。2011年11月8日、大議員で2010年決算の採決があり、賛成308、危険1、無投票321で承認されたものの、与党、中道派勢力は下院で過半数を割り込んだことが明らかとなった。また、 欧州金融危機がイタリア国内に波及し、イタリア国債の下落が続き、信用不安が拡大した。この結果、シルビオ・ベルルスコーニは予算成立後に総辞職することを決定した。11月11日に、元老院が12日に会員が予算を可決し、ベルルスコーニは大統領のジョルジョ・ナポリターノに辞表を提出した。13日には、ナポリターノは、 上下両院議長、議会各党代表者と会談主経済学者のマリオ・モンティに組閣を要請した。モンティ内閣は11月16日に発足し、国会議員や政党幹部が入閣しない非政治家内閣となった。翌17日で賛成281票、反対25票、18日は会員で賛成556票。 反対61票で信任された、モンティ首相のみ日本語記事にリンク。イタリアで、モンティ新政権が発足、モンティ首相個人への支持率は83.8%。毎日新聞。2011年11月19日閲覧。マリオモンティ新内閣閣僚名簿。ジェトロ、通称広報添付資料。2011年11月21日閲覧。 イタリア外相が抗議の辞任、海兵隊員インド総監で、ありがとうございます。